はい、皆さんこんにちは。はい、こじらがチャンネルの時間です。今日はね、ちょっとね、厳しいね、あの話になるんだ。厳しい話、うん、厳しい話。あのこちらがチャンネルにして珍しくちょっとね、あのなかなか辛辣っていうか、何の話、死刑が良いか悪いかです。あのね、死刑がね、今いろいろね、ほらあの話題になってるでしょ。そうだね、うん、だから死刑をするべきか執行するべきかとか、どうだとか、ヨーロッパは死刑反対したってやらねえだろうって、うん、ね、ヨーロッパはさ、変な話だけど、あの顔見てさ、危ねえなと思ってすぐ殺しちゃっていいわけだから、だから死刑しなくていいね。最初に殺すか、殺すかってどういうことだっていうんだね。まあ、死刑問題、とにかく朝原祥子ね、僕松本なんとかっていうのが嫌いなんで、朝原祥子が、死刑になりました。あとトータルで6人か7人死刑になってるんだけど、これはね、ものすごい大英断なんだよ。その法務大臣が死刑執行するわけだから、その法務大臣が死刑執行する、まあね、オリンピック前にね、そういうのとかあるんだろうけど、うん、これの功罪も含めていってみたいです、こじらがチャンネルね。それでいきましょう。はい、こじらがチャンネル、死刑について。でも古い事件だよね、あれ、うん、だって何年前これって。でね、先に俺の見解を言っとくと、僕はあのオウム真理教関係の、そのそうだな、いろんな人間とのね、うん、あの例えば森達郎さんとかああいうのと、うん、ピースボートとかでそういうのを見てて、やっぱり本物の画像とかそう見てるから、ね、ドキュメント見てるから何とも言えないんだけど、基本的考えちゃうとね、うん、あのあれは、証拠なし、状況証拠だけで、うん、要するにあいつが教祖で、あいつが、ね、トップなんだから、あいつが殺せって命じたんだっていう風に、うん、あの言われて死刑になった人は。証拠はないってこと、ね、ないの。まあ、だからそれはいいんだよ。結局日本で宗教ってのは、創価学会の下で自由だから。なんでそれ。いや、そうだよ、うん、だから創価学会の下で自由っていうかね、宗教の自由ってなくて、なで先にまあその話だけしておくとさ、あのオウム真理教って、あの、うん、まあ、珍しくまともに、チベットの密教の、ジャイナ教だっけ、ジャイナ教だね。要するにチベット密教なんだよ、うん、だ今これが通用するかったら通用しないだけでさ、現代社会に、うん、だからそのまともにそう過去にあったものの話だから、あの彼は、うん、あの要するに信者がいっぱい集まったの、頭のいい信者が ね、うん、だけど、日本にそれは向かなかったってことなんだよ、うん、簡単に言えば、うん、で殺したか殺してないかじゃなくて、宗教は殺します。創価学会も人いっぱい殺してる、だけど表じゃない、殺してるからね、そんなもん。だからそれをね、うんぬんかんぬん言ってもしょうがないっていう前提で、ただあの彼は負けたんだけど、これ一番大きい問題っていうのは、彼は、宗教的には罪を背負って、うん、ね、殺された。キリストと同じになった。そうだね、ジーザスと一緒だね、うん、そう。これはね、あの損か得かってことを考えちゃうと、うん、あのどうでしょうかね、やっぱり殉教者も出るだろうし、あの神になったよね。そうなっちゃうね。そうそう、うん、で、もちろんオウムの彼はさ、死ぬことなんか何にもあれしてなかったし、うん、俺ほら直接変な話だけど、空中に浮かぶ方法あるかって言われた時があるんだけど、 あれは自分たちが浮かぶ方法じゃなくて、そういうふうに言われたんで、浮かぶ方法で自分たちが浮かぶためにやってんじゃないっていうのを、マスコミがさ、あのこれで浮いてるって言ったんだって言って、捏造したのって、ね、うん、まあその捏造事件はさ、俺もほらテレビ朝日の頃だから関わってたからね、捏造してました、うん、でまあね、そんなことどうでもいい、実際は。まあオウムは、まあ、そうね、あのそういうことで朝原祥子が亡くなった、死んだ、殺された。 それでもう一つ言うと、日本でそういう意味では創価学会のもとに宗教は成り立ってる。だからそう言ってほしいね。そう、福永方言って、だから創価学会は悪く言えないんで、自民党は、うん、自民党はやっぱり宗教にやっぱくっついてる教科があって、いろいろね、うん、あの創価学会以外だけど、あのまあ、神道系の変な新興宗教にくっついてるのがあるんだけど、神道はいいですね、まあ、それってもやっぱりさ、うん、問題なのはさ、あの結局宗教と政治が一体化するのかどうかってことになっちゃうじゃない。そうだね、それは切り離して考えてもらう。そう、うん、だからね、あのある人が言ったよね、あの別にどんな宗教やってもいいんじゃないの、その代わり国家斉唱と国旗掲揚の義務を持てたと、うん、その通りだと思う。そういうこと、日本にいるんだったらそれだよね、うん、それは大事でね。であの死刑の良し悪しってことを考えたら、うん、人間を例えば裁くときに誰かが裁かなければ裁けないんだよ、うんね、だから法律があって裁けないからこそ、変な話だけど、うん、戦争ってなくならないでしょ、まあね、で戦争でその法律が成り立たないからイスラムとはうまくいかないわけだ、あの、うん、イコールっていうか平等が作れないというか、うん、こっちを擁護してこっちがね不満出るし、こっちを言うこと聞いてこっち不満出て、うん、でその意見が噛み合わない以上は、うん、どうすることもできないよね。だからね、すごくわかりやすく言うと、日本にあのそぐわないんだよ、創価学会はうまく浸透しちゃった、人数も含めて ね、浸透しちゃったんで、だから好きとか嫌いじゃなくて浸透しちゃってるからしょうがないけど、オウム真理教は、真理教は浸透させられなかった、福永方言もみんなそう、あと大川隆法だけじゃ残ってる、うまくやってるのは、うん、だからね、それを考えたときに宗教の自由は日本にないと、まずこれが重要、うん、で、朝柄を、死刑にしたことで、
あの彼は正当化されちゃった、神になっちゃったってことね。これ分かりましょう。みんなの罪を背負って、そうそうそう、ね、キリストどんなになっちゃったって、ね、うん、もう簡単だよね。でもう朝原の悪い情報ばっかり流してるけど、彼は一貫してたから、うんうん、ね、まあそれは宗教家だからね、うん、から命が一番大事だろうっていうふうに思ってるような人たちもいっぱいいるけど、うん、命より大事なものがあるっていうのがさ、な、当然のこと、まあ、教えを説く立場として、朝原将校が在日だとかね、在日 の、 あの北朝鮮の人間だとか、もっとね、うん、親がどうだとか、そういう話もどうでもいいことよ、うん、ただ宗教家になってしまったってことね、これで完全がね、うん、さあで問題はあと死刑がどうかってこと、死刑以外にどうやって裁けるの、殺された人たちの気持ちをってこと、うん、あとさ、ほら、うん、これはね、ちゃんとなんて悪く扱ってるけど、うん、それ以外にもいっぱいさ、いろんな事件じゃん、なんか子供を殺しちゃったのさ、なんか、そう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 、そういうこと、幼児虐待、うん、だから中国とかさ、ね、ああいう国だったら、あの韓国だったら、うん、人殺しがいたと3人殺しちゃったら3代まで遡って殺せってでしょ、うんうん、そういうのもあるんだよ。でさ、なんか結構犯罪者の方ばっかり守られて、うん、被害者はさ、写真も公開されてさ、うん、なんていうのあれで、被害者に対する人権ばっかり言って、あ、うん、あの加害者の人権ばっかり言ってるじゃん、死刑がどうのこと、うん、戦ってる人、ね、あれもフェアじゃない、だからさ、死刑反対ってどういうことかってことをさ、うん、みんなさ、ちょっと分かってほしいんだよね。被害者の気持ちを全く考えてない意見だよね、うん、それ。だから欧米がなんていうことを、なんていうことさ、うん、ね、例えばその死刑っていうのが人間だけじゃなくてさ、動物を殺すと殺す、殺傷するとか、そういうことも全部含めてさ、うん、それに対して何言ってるかってことみんながね、うん、だから牛食ってる人間にね、クジラ食うなって言えねえだろうっていう、まあそうだね、まあ、日本人もクジラは好きじゃないから、うんうん、クジラはなんで食ったかって言ったら、食物量がなかった時代にクジラが良かったから食ってたでしょ、うん、タンパク質を取るために生きるためだよね。そうそうそう、うん、だからベジタリアンに言われる筋合いもないしさ、ね、世の中ってさ、そんな簡単なもんじゃないし、私たちの主張だから人殺すなとかさ、ね、あの自分は勝手にやっててくれてはいいけど、うん、そうそうそう、人にまで言うのはちょっとね、違う、うん、あとさ、クジラ食べてる国って日本だけじゃないんじゃないの？いっぱいあるよ。なんで日本にだけ言うの？だから要するに揺すったりたかったりした時、お金になる国だから影響力が強いから、ね、他の国にも行ってほしいよね。だからフィンランドとかっていうものノルウェーは絶対やらないもんね、うん、クジラ食って使って殺してるのに。だからさ、それはまあ韓国の犬祭りってさ、犬殺してね、みんなで食う祭りなんかもあるし、うん、でも俺たちは言えないでしょ、俺たちはやらないでしょ、まあね、俺たちは好きじゃないから言わないけど、うん、ね、だから死刑もそうなのよ、うん、いろんな国がさ、残酷な刑罰とか言ってるけど、どうすんだよ、国のあれでさ、例えば100人殺した人間をさ、ずっとさ、あの何もしないで暮らさせるの、うん、その人の人権がとかで守っちゃうんでしょ、なんか、そうそう、わけわかんない、メディアとね、だからそれを考えちゃうとね、オウム真理教の問題とかあったって、あれ殺すしかなかったんだよ、死刑にしか、うん、俺はね、オウム真理教の朝原そのね、死刑になったさ、朝原将校っていうのは、現実のことを言うと、罪にならない程度のものなんだよ、というのは、うん、証拠がないの、実況証拠、うん、状況証拠だけなの、うん、簡単に言うでしょ、簡単に言うと、あのいや、あれしかないだろう、あいつしかないだろう、あいつが一番怪しいと、うん、で裁判うまくやった時、三浦なんだっけ、三浦和なんだっけ、要するにロス殺人事件のね、 あれ無罪になっちゃったじゃん、うん、ね、で無罪になったのに牢屋入れられたから、たくさん金取ったよね、最後は殺されちゃったみたいだけど、アメリカで、うん、あとホリエモンが逮捕されたのは、あれも理由わかんなくて、だからあれも韓国に対するあれでしょ、フジテレビの株買って韓国の株買い占めてさ、日本のために使おうとしたからなんだよ、うん、ね、だって悪いことしてないよね、まあ悪いやつだけど悪いことはしてない、うんうん、まあだから刑務所入れられたか、いやだからそれはね、籠池さんなんだって政治のために、要するに世の中の自分たちの考える方向にいいようにするのは全部そうやってね、さば、うん、いちゃえってのがあるわけね、だからまあ今回は話がそれと大変ながら、うん、ポジネガ的にその死刑をどう考えるかってことなんだね、うん、だから死刑というものは存続するべきだと思うんだよ、ね、今後もね、絶対それは必要です、うん、やっぱり、うん、なんていうの、そういう凶悪犯人がいる限りはやんないと、うん、だから母子殺人事件の時に、あなたはね、これさ、こうやって人間をさ殺したいと思うんですかっていうふうにね、うん、アナウンサーがなんか殺された人のね、そうそう、迫ったの、当たり前でしょ、とにかく殺したいと、司法が死刑しないんだったら俺が自分の手で殺してたんだ、うん、分かる、その気持ち、ね、そうしたらそんなひどいこと言うんですかっていうつもりだったんだけど、うん、世論はそうだよねって動いちゃった、そうなるよ、だってさ、その殺したやつひどくないって言いたいのって言いたいよね、そうそう、だってそれがさ、まだ若くて19歳だからね、更生の余地が、更生してほしくないよ、押し入れにドラえもんがいて助けてくれたけど、誰か弁護士が言ったんだ、そうそうそう、だから更生してほしくないんだ、うん、だからそういう、だからさ、例えば朝原将校が要するにね、はっきり言ってさ、本人が支持したんじゃなかろうとも、
象徴である朝原祥子を支援しなきゃいけないっていうのが現実の制度だってことなんだな、うんうん、戦争に負けた時天皇陛下はみたいなのって同じ扱いだったんだ、ね、うん、ですね、はい、ということでありがとう、お忙しいとこね、はい、ということでアップしますということで、はい、朝原祥子、試験になりました。また来週です、はい、さようなら、どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。